花村銀次さん。エリです。顔もわからないんですね。私には2歳より前の写真が何もない。唯一あるのがこの写真です。ここに写ってるのあなたですよね。ご存知ですよね。私たち昔のことすべて知ってます。拓也君の父親の敵であることは間違いない事実だ。そして君の父親は高原信用ただ一人だ。私は本当のことが知りたいだけなの。